キャラバディックスは2017年5月7日から2019年1月6日までジャパンカウントダウンの番組内で放送されていたショートアニメロッキングオンサンディオのコラボ作品。独絶なリス、カリーナとロック大好き。見た目より真面目な狼、リキーがバンドを組んでフェスに出ることを目指すストーリー。エッジの効いた会話劇で展開する新感覚ショートコント。 サンリオによる書き下ろしのキャラクターをファンワークスがアニメ化。開始当初のタイトルはディキーカリーナだったが、第7回からキャラバディックスに変更された。2018年4月1日からセカンドシーズンに突入し、カリーナ率いるガールズバンドが登場、何らかのショートソングを披露する。2018年6月11日、ショールームにて、 キャラバディックスに CV 出演できる権利をかけた声優オーディションを開催することが発表された。2018年9月14日、フェスに出るためには有名人の許諾を受けてキャッチーな曲を歌う必要があると気づいたガールズバンドはツンクの許諾を得て恋愛レボリューション21をカバーすることになったことをきっかけにガオッキーが,がモーニング娘。18の 応援キャラクターの就任が決定した。10月6日、恋愛レボリューション21をキャラバディックス流にアレンジしてカバーしたメガボルトを公開。突起のない声優は不明。ナレーション、スケノリユ突起のない声優は不明。2017年5月7日からテレビ東京系、ジャパンカウントダウン日曜9時30分から10時の番組内にて放送されている。ありがとうございます。